加納幸光は、行動艦柔道創始者、加納次五郎の孫で、行動艦艦長と全日本柔道連盟会長を務めた。1932年、加納理性、ユリコの長男として、東京に生まれる。全く柔道経験のなかった父と異なり幼少時に、柔道を始め、初段に立った。しかしその後、第二次世界大戦が終わり占領期で、GHQ により、 柔道が禁止されたため修行は断念した。1945年に東京高等師範学校附属小学校、1951年に東京教育大学附属中学校、高等学校を卒業。同級生には小林信彦、鈴木敏夫、徳山明、中江洋造、藤井裕久、吉田昌一郎などがいた。 学習院大学生計画部経済学科卒業。1980年、父の後を受けて、行動官、第四代官庁に就任。2008年3月、任期7年の行動官官庁職に再選されたが2009年2月19日、同年3月末をもって全日本、柔道連盟会長と行動官官庁から退く、移行を関係者に伝えた。 76歳と高齢であることに加え、家族の介護問題などを考えた末の結論と報じられた。4月1日付で館長を退任し、名誉館長となった。なお二人の娘がいるが、いずれも柔道会とは縁がない。2020年3月8日、肺炎のため死去。去年88歳。ありがとうございます。